はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、秋冬に向けてちょっとお洋服をね、また買い足したので、それを紹介していこうと思います。今回はその後にその購入品を使ってコーディネートも紹介していこうと思うので、よかったらそちらもぜひ参考にしていただけたらと思います。今回ですね、titivateっていうところで秋冬のお洋服ゲットしてみました。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、結構ね、お安めなものが多かったです。お安いんですけど、すごく一つ一つが高見えするようなアイテムが多かったりだとか、カジュアルなものからオフィス系、綺麗系なものまでたくさん置いてあったりとかして、しかもトレンド感もあるし、私も今回ちょっと45000円分ぐらい全部でね、購入したので、そちらを紹介していこうと思います。で、ちなみに11月の30日まで期間限定で 20% オフになるクーポンがあるので、それも概要欄に貼っておくので、今からね、商品紹介してみて、なんか気になるアイテムだったりとかがあれば、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、それでは早速購入品の方から紹介していきたいと思います。まず1つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。このグリーンがめちゃくちゃ可愛いカーディガンなんですけれども、フック&スリーブ V ネックニットカーディガン、カラーがライトグリーンでサイズを L サイズを購入いたしました。このニットがめちゃくちゃ可愛くて、カラーとシルエットに特に惹かれて購入したんですけど、まずこの明るめなグリーンカラーっていうのがやっぱ顔を明るく見せてくれたりとかもするし、結構袖にはボリュームがあったりするんですけど、このウエストのところはしっかりとキュッとなっていて、自然と体型カバーもできるようなカーディガンになってるし、めちゃくちゃこなれ感が出るアイテムなので、1個着るだけですごくおしゃれさに見えると思います。やっぱこの V っていうのもすごく顔をスッキリ見せてくれたりとか、あとね、生地感がめちゃくちゃ良くて、なんだろう、すごくもっちりした感じの生地感で、しっかりと分厚さもあるので、結構あったかそうだなっていうのも思います、なので全然チクチクとかもしないので、すごく肌触りのいいカーディガンでした。カラバリが結構あってですね、なんともう1色ゲットしました。じゃじゃん、こちらネイビーを購入いたしました。ちょっと差し色になるカラーと、使いやすいベーシックなカラーっていうので、ネイビーもね、すごく可愛くて、デニムとかに合わせて爽やかな感じで着たりとかしても可愛いんじゃないかなって思います。続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。前からラインニットカーディガン、カラーがライトベージュでサイズが M サイズでございます。このニットカーディガンもめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんといってもこのワンポイントのラインがすごく可愛くて、このラインがあることでシンプルになりすぎないので、ベーシックなアイテムが好きだけど、ちょっとたまにはこういうアクセントの効いたようなアイテムも着たいなっていう方とかは、こういうカーディガンがすごくおすすめですね。こっちのカーディガンは全体的にちょっとゆるっとした感じのオーバーサイズな作りになっているので、1個着るだけでゆるっと可愛くコーデが決まるんじゃないかなって思います。これもね、全然チクチクとかしないんですけど、さっきのこっちのカーディガンの方がストレッチというか、ちょっと張りのある感じのもっちりさだったんですけど、こっちはもう本当に柔らかいもっちりさのカーディガンで、着心地もね、めちゃくちゃいいんですよ。これ結構保温性が高い素材が使われているので、これからの時期寒くなっていくと思うんですけど、そういう時期にもぴったりなアイテムだと思います。続きまして4つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。またまたニットなんですよ。今回ね、ほんとニットばっかりで、やっぱ秋冬どんどん寒くなってくので、自然とこうニットをね、結構かき集めてしまっていたんですが、ジップ付きビッグカラーニットプルオーバー、カラーがオフホワイトでサイズが M サイズでございます。やっぱこのハーフジップっていうのがめちゃくちゃ最近トレンドなので、それがこう手の届きやすい価格でゲットできるのがすごくいいなって思ったんですけど、チャック全部上げてきても可愛いんですけど、下ろしてあげて襟をこう作ってあげて着てもすごく可愛くて、ケーブル編みになっていたりだとか、この襟の部分もニットが二重になっているので、すごくこうボリューム感があって、襟がしっかりと独立をしてくれるので、形もとっても綺麗に着れるんじゃないかなって思います。重すぎはしないんですけど、結構重みがしっかりとあって、生地もすごく分厚くって肉厚なニットなので、これすごいあったかいと思います。襟もしっかりとあるので、寒くなったら襟を立ててタートルみたいな感じで着てもいいと思いますし、これからの季節に大活躍しそうな1枚でございます。でですね、これも私2色買いしたんですよ。じゃん、こちらでございます。可愛くないですか、この色。グレージュでございます。さっきのホワイトはもうはっきりとしたホワイトだったので、顔色もすごくパキッと明るく見えて、どんな方でも挑戦しやすいカラーではあると思います。こっちのグレージュの方はホワイトに比べるととっても落ち着いた大人っぽいカラーなので、また印象が変わって、これも2色買いしてよかったなって思ってます。こっちのカラーがなんかいろんな色の混じった糸っていうか、グレージュ1色っていう感じの糸ではないのので立体感も出やすかったりとか、のっぺりしすぎない感じがまたおしゃれに見えるポイントなのかなって思います。続きまして6個目がじゃーん、こちらでございます。安定にまたまたニットなんですが、タッチポケットニットカーディガンカラーがブラウンのサイズが M サイズでございます。そのカーディガンね、めっちゃ可愛いんですよ。ほんと届いてから可愛くて1回着てインスタにもあげたんですけど、インスタでもすごく好評だったニットカーデですね。ボリューム感がめっちゃ私気に入ってるんですよね。結構オーバーサイズなんですよこれ。なんかミニ丈のボトムとかと合わせた時もめちゃくちゃ可愛く見える丈感で、そこも気に入ってるし、このニットもすごく厚手なニットでできているので、とてもあったかかったりとか、糸が木になっててそれがねすごい可愛いんですよ。いろんなカラーが混じったような感じの糸で、やっぱりこれがねこなれ感とかおしゃれ感を出してくれるので、こういうアイテムねすごくおすすめです。それもねポケットが両サイドについてるので、いろいろ物が入れられたりとかして意外と便利なんですよね、こういうのも。これもですねカラバリが結構あって、どの色もめっちゃ可愛くて悩んだんですけど、もう1個色違いゲットしたのでそれも紹介したいと思います。じゃじゃん、こちらでございます。ブルーをゲットいたしました。めっちゃ可愛くないですか。titivateさん結構こういうカラーものとかも豊富にあったので、カラーもの挑戦してみたいなって思ってる方にもすごくおすすめなブランドさんなんですけど、このカラーもめっちゃ可愛いんですよ。ボタンなんですけど、ブルーのマーブルボタンめちゃくちゃ可愛くないですかびっくりするぐらい可愛くて、私このボタンもすごく気に入ってます。秋冬らしいブラウンカラーとアクセントになるようなブルーのカラーで2色ゲットいたしました。続きまして8個目がじゃじゃーん、こちらでございます。ハイネックふわっとタッチニット、カラーがパープルでサイズが M サイズでございます。これもねカラーものなので、私からするとちょっとチャレンジ系なアイテムではあるんですが、このパープルがですねすごい使いやすそうな感じのパープルで、明るすぎず濃すぎずな感じがとってもおしゃれで、めちゃくちゃ可愛いんですよ。これもこれねシルエットがすごく可愛いです。結構ゆるっとした感じでオーバーサイズで、でもオーバーになりすぎない。ニットってちょっとフレームがありすぎちゃうと着太りして見えちゃったりとかすると思うんですけど、ある程度のボリューム感だったので、そこまで着太りも気にせずに着れそうかなって思います。素材もすごく柔らかくって着心地もとってもいいニットになっております。ハイネックの部分なんですけど、ここが二重になっているのでしっかりとしていて、型崩れとかもしにくそうなニットになっています。続いてでラストになります。ラスト9個目がじゃじゃーん、こちらでございます。全部映るかわかんないですけど、ワンピースになっております。前後 2way ロングスリーブワッフルワンピース、カラーがブラックでサイズが M サイズでございます。これはですねとにかくこのシルエットとか丈感がすごく気に入っていて、私168センチあるんですけど、なかなか高身長だと丈感足りなくてチンチクリーンになっちゃったりとかっていうのが多いんですけど、これねめちゃくちゃ着丈がしっかりあるので、高身長の方にもとってもおすすめなワンピースですね。シルエットもすごく可愛くて、上半身はぴったりはしてないんですけど割とタイトめな感じのシルエットになっているんですが、スカートの部分が生地がすごくたっぷりと使われているんですけど、このワンピが結構重みがしっかりとあるので、ふんわりなりすぎなくてストンと落ちるような感じだけど、でも生地はたくさん使われてるから自然とスラーっと足を長くスタイルをよく見せてくれるような、そんなワンピースになっております。で名前にもあるんですが、これ前後 2way で着られて、こっちはすごくシンプルなんですけれども、後ろがボタンがついてるんですよね。ボタンをこう前にして着てあげればちょっとアクセントが出てまた違った印象になるかなって思います。本当に着回しはたくさんできそうなワンピースになっております。はい、ということで購入品こんな感じでございました。計9点購入したんですけれども、今からこちらの商品を使ってコーディネートを紹介していきたいと思います。ということで、まず1着目のコーディネートこんな感じでございます。カーディガンにデニムのオーソドックスなスタイルなんですけれども、このカーデの形がねめちゃくちゃ可愛くって、こなれ感のある形であったりだとか、とてもバランスの良いボリュームが出て、こういうところで差別化もできるんじゃないかなっていう風に思います。で形が結構ゆったりとしたカーデなので、パンツはストレートのパンツでちょっとスタイルアップ効果も狙ってみました。でこのカーディガン色違いで買ったと思うんですけど、色違いを着てみるとこんな感じでございます。さっきのグリーンカラーはよりトレンド感が出ると思うんですが、このネイビーカラーはベーシックなカラーで洗練された印象が出るかなと思います。このカーデリブニットになっていて縦のラインが意識されるので、そこでもスタイルアップ効果が出ています。で前もちょっと軽くインすることでこなれ感であったりとか足長効果もプラスしてみますました。参考手目はこんな感じでございます。今回は空のカードを主役にしたかったので、ブラックのアイテムでまとめてみました。このカードの色味自体が結構柔らかい感じのカラーだったので、ブラックで全体的に引き締めてみました。ワンピースの形がすごく綺麗で、こういったボリュームのあるカーディガンとかを持ってきても全然重たくならずに、後ろ姿とかもすっきり見えるかなと思います。ワンピースにこのカーディガンっていうので、結構可愛らしい、とても女性らしいシルエットになりがちだったので、レザーのアイテムをいくつか持ってきて、ちょっと私らしさもプラスしてみました。カラーを1着1ポイントとして持ってくるコーデは、カラーアイテム初心者の方にもすごくおすすめなコーディネートかなと思います。4コーデ目はこんな感じにしてみました。さっきのカーディガンの色違いのブラウンを使ったコーデなんですけれども、全体的にブラウンでまとめちゃって、エーダブ感を満載でコーディネート組んでみました。このカーディガンは本当にミニ丈のボトムと相性がめちゃくちゃ良くて、お尻が隠れるぐらいの長さなので、こういったミニのボトムとかでも挑戦しやすいと思います。まあ、ただ足元はね、秋冬ってこともあるので露出を抑えるためにロングブーツを履いてみました。全体的な色味としてはすごく落ち着いたカラーなんですけど、シルエットだったりとかがすごく女性らしいので、割と可愛い感じのコーデに仕上がったんじゃないかなと思います。5つ目のコーデはこんな感じでございます。このボリュームのニットを使ったコーデなんですけれども、柔らかい印象のニットにレザーのスカートを合わせた軽口ミックスコーデにしてみました。個人的に紫とブラウンの組み合わせがめちゃくちゃ好きで、今回ブラウンのね、スカートを合わせております。ニットのシルエットがすごく可愛いので、それを活かすために今回あえてタイトなスカートを選んでおります。1枚着るだけで様になるニットなので、ベーシックなボトムとかと合わせてもしっかりとおしゃれに見えます。こうついつい触りたくなるようなね、すごいふわふわしたニットなので、デートとかにもめちゃくちゃ向いてるんじゃないかなって思いました。ではラストのコーディネートでございます。トレンド感のあるこのハーフジップニットを使ったコーデなんですけれども、ロディをレイヤードすることでさらにこなれ感を演出してみました。やっぱりこの大きい襟があることでとっても小顔効果もね、あるかなと思います。こういったボリュームのあるニットってめちゃくちゃスキニーパンツと相性がいいので、今回スキニーパンツをブーツインして履いてみました。こちらも色違いを購入したと思うんですけれども、色違いを着てみるとこんな感じでございます。さっきのグレージュはとっても大人っぽい落ち着いた雰囲気が出たと思うんですけれども、オフホワイトはちょっと可愛らしさが出るかなと思うので、デートだったりとかにもとってもいいんじゃないかなって思います。今回はブラックのデニムを合わせているんですけれども、全然ブルーのデニムとかでも相性バッチリなので、そういったコーデをするのもおすすめです。はい、というわけで今回はこんな感じでtitivateの秋冬購入品とそれを使ったコーディネートを紹介していきました。今回初めてかなtitivateのお洋服をゲットしたんですけれども、本当にね、どれもお値段以上っていうか、高見えするアイテムばっかりで、着心地もすごく良かったりとか、シルエットも細かいところまでこだわられたりとかしていて、ベーシックなアイテムが好きな方だったりとか、シンプルの中にもちょっと一癖あるような洋服とかが好きっていう方にはめちゃくちゃおすすめなブランドさんだったので、ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。オープニングでも言ったんですけれども、11月30日まで期間限定で 20% オフになるクーポンがあるので、今回私が購入したこのアイテムもクーポンの対象になるアイテムあるので、気になった方はね、概要欄ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。